どうもこんにちは。ストライプ勉強会の方をまた再開していこうと思います。で、前回までですね、カートシステムを作ってたんですね。で、カートのフロントの方はできてたんですけど、バックエンドの方ですね、バックエンドの方を今作ってる段階で、データベースをちょっと変えようみたいな話をしていて、で、データベースね、こんな感じで入金と出金をこう通帳的な感じでこう一覧で持って、で、全部のサムをやると現在のその未入金額とかが分かるみたいなね、そういう形にしたいんですけども、ちょっとこの話は次回以降ということでですね、今日はですね、フォームの方を少し直していきたいなと思います。というのはですね、ちょっと重大なバグというか、これちょっと直しとかないとまずいなっていうのが見つかったので、それだけ直させてくださいという話ですね。で、前回までの状態で、ラストネーム漢字から、フォームまでのところはデフォルト値で、API でストライプから取ってきた値をフィルするようにっていうふうにしてたんですけど、まあ、これで大丈夫だと思ってたら、これでですね、何もしないで、送信をすると、はい、なんと、必須入力ですと出てしまうんですね。で、今テストにフォーカスが当たったと思うんですけど、フォーカスが1回でも当たると、必須入力ですが出なくなるっていうね、こういう状態で、で、これなんかおかしいなと思ってちょっと調べたらですね、作り方がまずかったということですね。で、何がまずいかというと、ユーズフォームをするときにですね、デフォルト値っていうのを渡すことができるんですね。なので、ユーズフォームをするときにデフォルト値を渡すように変えなきゃいけないっていうのが1点あります。で、それどこのこと言ってるかっていうと、これが今登録のフォームのところのこのインプットにデフォルトバリューを突っ込んでるんですが、このやり方があんまりよろしくないらしく、こうではなくて、まずですね、ここのユーズフォームのところは、ここか。ユーズフォームのところに、デフォルトバリューっていうのを設定できるらしいです。はい。まあ、なんかこんな感じで設定をすることができて、で、これ設定しちゃうとね、また、レジスターが、型付きのレジスターになっちゃうんで、こういうところエラーになっちゃうので、これがね、よろしくないので、ちょっと苦肉の策でですね、any型というふうにしておくと、一応ね、エラーは出なくなってくれるはずです。はい。で、ここに値をセットするということにするんですが、ユーズフォームをした段階で値が確定してないとこれいけないらしくてですね。つまり、これ、アカウントは最初この状態で、ユーズフォームしてしまうと、ちゃんとフィルされないという状態なので、アカウントがちゃんとセットアカウントされた後にユーズフォームをしてあげないといけないというふうになります。で、今の状態だとこれどうしたって無理なので、このレジスターの上でいいか。エクスポート、まあいいか。コンスト、レジスターフォーム、レジスターをちょっとコピーして、これはコンストレジスターフォームにします。はい。で、こんな感じかな。こうか。はい、こんな感じにして、で、エクスポートデフォルトを上に書いて、で、こっちにフォームの処理を書いて、こっちのレジスターの元の方っていうかね、に、この大元の処理、セット、この辺とか、ユーズエフェクトとかね、フェッチとかを取ってきて、で、フェッチが終わったら、レジスターフォームを描画するみたいなね、そういう感じに変えていこうと思います。っていうのをやります。この辺はね、ほとんどいるやつだから上でよくて、フェッチアカウントが、フェッチアカウントが上に行くと。
これもう長すぎてちょっと制御不能に落ちりつつあるんですけど、これでフェッチアカウントここで呼び出せるようになったので、これでエラーなくなったかな。はい。で、このリターンのとこですね、この登録あたりを上に持ってってあげると、まあちょうどいいかなって感じなので、ここでリターンをしてあげると、はい、とこんな感じかな。でスラディブで閉じてあげればよろしいと。でここでレジスターフォームを描画するって感じですね。はい。でレジスターフォームに、アカウントを渡すという形にしといてあげます。でレジスターフォームはアカウント欲しいので、まあ、こんな感じでアカウント型は、こうか、こうプロップスなので、ディクショナリーで受け取って、自動展開しちゃうということにして、でアカウント型は何型かっつうと、アカウントはストライプアカウントリクエスト型なので、よいしょ、こうかな、あちょっとちょっと違った違った、こっちか、はい、こうしてあげるとエラーなくなりますと。でアカウントのこうか、とりあえずはこうでインディビジュアルを渡してあげると、まあ、この辺はフィルされるはずなんで、まあ、ちょっとここはね要調整なんですけど、ここをこのストライプアカウントリクエスト型と同じ形式にこの変えてあげなきゃいけないので、ここをちょっとフィックスミンにしておきます。データ整形が必要ですということで、ちょっと省略します。はい。でこんな感じかな。はい、こんな感じになればいいはずなんだけど、どうだろうか。はい。でこれレジスターフォームにアカウントを渡すとうまく再描画されればいいんですけど、されないんじゃないかな、これだとね。あれ、オブジェクトは渡ってきてるから大丈夫そうなんですけど、あ、登録になっちゃった。ちょっと待った、消すの忘れてた。この登録はいらなくなるので、この辺消しましょう。フォームだけでいいですね。フォームだけを返すというふうに変えて、でちょっと diff が出ちゃうんで嫌なんですが、ザクッとね一段下げておきます。はい。でこれでフィルがされないという状況なので、これおそらくですね、おそらくこれはルーターリターンして、ここじゃないよ、わかりにくいな、ここですね。ここでアカウントがあるかどうかっていうのをちょっと見たいので、アカウントがあるかどうかを、ユーズステートの中を、ストライプアカウントリクエストをちょっと変えますね。ストライプアカウントリクエストの初期値をヌルにします。もうしょうがないんで。ヌルにしないと空かどうか判断できないので、一旦こうヌルにしといて、でまあ、ここで型指定しておけば、多分大丈夫。なはずなので、でこれでアカウントがあればこのフォーム自体を出すということにしてあげるといいと思うんで、こんな感じでこっちはディブからディブでも出しとくか。でこうかな。はい。これだとアカウントがあればレジスターを出すという、あ、出たこうなりますと。だからないと最初に何も出ない状態になってドンと、これだとはい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 こうなるというのが正しい
フォーム、このリアクトフックフォームの使い方みたいです。これはですね、リアクトフックフォームのバージョンなんだよね。で、ゲットスターテッドでデフォルトバリューズ、これデフォルトバリューでもねいけるらしいんですけど、まあここもねちゃんと決まってないといけないみたいなんで、あのさっきのやり方みたいな形で、レジスターフォームに与えるデータができたら初めて描画するみたいなことをすればこれでもいけるはず。デフォルトユーズフォームだっけかな、ユーズフォームの説明のところに書いてあったんですけど、どこだったかな、 API か、あ、これこれ、ユーズフォームのとこに、デフォルトバリューズ、これか、はい、これ7だよね、デフォルトバリューズがあって、ここに設定すればいいよ的なことが書いてあります。これですね、デフォルトバリューズで、デフォルトバリューズをセットしましょうというようなことが書いてあって、まあなんかいろいろ書いてありますと。で、ルールがいくつか書いてあるんですけど、どっかに動画のリンクがあったはずなんですが、あれ、ないかな。なんかね、YouTube 動画のリンクがあって、それを見ろっつうのもどうかと思うんですけど、あ、これか。ん？違うな。なんかね、どっかにあったんで、ちょっと見つけたら貼っておきます。本家 の紹介動画があるので、まあこういう形にしろっていう話なので、まあこういう形にしておきました。で、これね、ローディングみたいな感じにしておくといい感じかもしれない。ロード中ね。はい、まあこうしておくとロード中みたいな感じで出てくれるはずなんで、ロード中ドン、ね、こんな感じになります。で、これで送信してあげると、まあ、ここはね大丈夫なので、一回ね、あの整形してあげればうまくいくはずなので、まあこういう形でリアクトフックフォーム使ってあげると良さそうです。ちょっとね、癖が強いライブラリでしたね。ちょっと分かりにくかったり、あと6と7で今過渡期だと思うんで、これちょっとどうしようもないんですけど、6と7で API が全然違うので、あの6を見て、あの知らぬ間に6を見てておかしいっていうのがたまにあるので、気をつけた方がいいですね。はい、ということで、レジスターの方はね、一応これでまあ言い残したことはないかなというところなので、まあ細かい調整がね、いろいろフォームが必要なんで、これからここからが大変なところなんですけど、ちょっとこっちはね、まあ、放置して、あの次回からカートの方をやっていこうと思います。ということで、今回は以上。次回お楽しみに、チャンネル登録、高評価お願いします。では。